はい、おはようございます。3月25日6時9分の相場解説になります。今日はねドル円の1時間だけ見ていきましょう。非常にねお手本とも言えるような形ができましたよ。というのが上にこう線引っ張るじゃないですか。で下にこういう風に線引っ張りますよね。で私が昨日までお話していたのは、こういう風なねレンジ形成の勢いもあるよっていうのを一つお話ししましたけども、その後で上級者の方はここから入って売りにかかりましょうってことをお話ししましたよね。というのがここを突き破って上に行かなかったからなんですよ。で、上級者の方はここの反転を狙って入れば、利幅が取れるよねってことですよね。で中級者の方はこの下に向かうのを確認してこの辺で入ればやっぱり利幅が取れると。初心者の方はここから売りに入るようにね入れば、利益は少ないんだけども狙っていけるよってお話しました。ただ昨日はですねこっちの方に反転して上に上がっていったわけなんですよ。じゃあ初心者の方っていうのは確かに損しましたよね。損しました。でもこれは受け入れなくてはならない損なんですよ。というのがロスカットラインがありますから、こう下にずっと下がらなかった場合はそのロスカットラインっていう風なここまでの負けだったら許容できるよっていうところで止まるわけなんですよ。ですからこれは必要経費だと思って受け入れなければなりません。中級者の方は少し儲かりましたよね。上級者の方はやっぱり大きく利益を取ってるわけなんですよ。だから上級者なんですけどもね、上に行かないことを確認してその場合こちらの方に向かうというふうなね、このレンジラインがありますけども、2つ上と下この間で推移するということが長い経験の中で理解できるから、ここから根元から入れるわけですよね。でここできちんと抜けなかった場合は、抜けなかった、反転しちゃったからここでロスカット引こうかなと、利益確定しようかなって話ができます。そしてですね、昨日一日そして深夜にわたってこういうふうに上に向かっていったところを、今またまさにねここで跳ね返ってきてるわけなんです。同じパターンですよね。もう下の方に向かっているよってことですよ。ここまでの推移を見ればおそらくですけども2つ考えられます。こういうふうに少しずつボラティリティを小さくしながらね、ペナントみたいになっていくっていうことですよね。これだからよくあるパターンでしょ。いつもと同じでしょこれ、もちろん途中でね突き抜けて上の方にずっと伸びていくとかねあるんですよ。でもそのたんびに、上に受け行く可能性を考えて反転狙いで行ったりとかね、ロスカットラインを引いたりってことを考えるわけですよ。上級者の方とここで言えるんで、中級者からね初級者の方っていうのは、動いた方向についていくしかないですし、こっからまた同じように反転するかな、それとも突き抜けるかなってことである程度のリスクをね抱えながら、だからロットを減らしていくしかないんですよ。上級者の方はすでにこうロットが1とか2ですからね、ここはね。でそうするとこの動きの中で10万とか15万とか取っていけるということになります。だから上級者なんですよ。上級者はこうやって利幅もしっかり大きいし、利益が取れる金額も大きいということになります。わかりますかねこれね。だから初心者の方ってそれは儲かんないですよ。儲かんないし、慎重論を取るんで大きな利益って取りにくいですよね。初心者の方はこの幅が取れないわけですから。でしっかりと確認した上で入るんで、これがそのまんま目論見通りに行けば利益取れますよ。でもこういうことも多いんですよ。でもそうならなかった場合のロスって非常にちっちゃいじゃないですか。投入ロットもちっちゃいですしね。例えば 0.01 ベットとか 0.02 ベットしてるわけでしょ。ってことは数百円の負けでエントリーをして今回の体験が積み上がるわけですよ。で全体像としてね、今回私がこの動画で説明したような全体像が見えるわけじゃないですか。この辺りから私説明してますからね、この辺りから。でこういったものを数百円のロスで購入したというふうに考えていく、それを積み重ねていくんですよね。だからね、初心者の方でやっちゃいけないのが、儲からないってことに不満を覚えちゃダメなんですよ。初心者が儲かるわけないんですよ。これね、多くの方が言ってくれないんで私はっきり言いますけども、儲からないから初心者なんですよ。だから儲からないフェーズを通り抜けて、儲かるかなとか五分五分になってきたなみたいなところにたどり着いて、その後なんですよ、4対6とか7対3に行くのは。アフィリエイトやってようが転売やってようが最初から儲かるわけないじゃないですか。だって知識も経験もないわけでしょ、初心者なわけでしょ。で初心者なのに儲かるみたいな、その妄想をね抱いたりとか、妄想を抱かしたらダメなんですよ。初心者でも儲かりますみたいな言葉に弱いでしょ。違いますよ、初心者儲かんないですよ。むしろ初心者のうちは出費がかさむんですよ。でそこをくぐり抜けた人だけが中級者になっていって負けなくなってくると、そして上級者としていつも勝てるようになってくるわけなんですよ。このルート間違えちゃダメですからね。なんで初心者なのに上級者と同じような利益を期待するんですかってことをね、最後に警告として付け加えて今日の相場解説を終わらせていただきます。ではね、ご質問も結構いただけるようになったんで一つずつ回答していこうかと思います。皆さんもね
しっかりと FX 取り組んでいけば必ず初心者の道から抜け出して中級者上級者になっていきますんで、最初はね負けをやっぱり受け入れてください。負けずにプロになる人はいませんよ。以上です。